続きまして6番甲府市立西中学校2年、村上凛さん、お願いします。はい、多様性を認める社会へ、甲府市立西中学校2年、村上凛。今年日本でラグビーワールドカップが行われました。日本チームの活躍は毎日のようにニュースで取り上げられていました。中でも私の印象に残っていることは、日本代表のメンバーが日本人ばかりではなかったということです。国籍や出身にとらわれず、互いの力を認め合い、ワンチームとしてプレーしている姿に本当に感動しました。しかし、それを見ながら考えたことがあります。外国人のスポーツ選手を認めることができる社会なら、他の差別もなくすことができるのではないかということです。例えば性別です。皆さんは LGBT という言葉を知っていますか？ L はレズビアンで女性愛者のこと、 G はゲイで男性愛者のこと、 B はバイセクシャルで両性愛者のこと、 T はトランスジェンダーで体と心が一致しない、またはとらわれない生き方を選ぶ人たちのことです。このような人たちをセクシャルマイノリティ、性的少数派と言います。以前はこのような人たちは特別視され、いじめや自殺の原因につながることもあったと聞きます。昔に比べて多少状況は変化し、有名な芸能人などのカミングアウトにより LGBT という言葉が広く知られるようになりました。また日本では渋谷区から始まった同性婚を認めるパートナーシップ制度が全国に広がりつつあります。しかし実際の生活の中ではどうなのでしょうか。12人に1人とも言われている LGBT、 数字だけで見ればクラスに3人はいるということになります。しかしそれを堂々と言える人はほとんどいません。それはなぜなのでしょう。私はLGBT であることを話したときに、周りに受け入れてもらえず孤立してしまうのではないかと考え、苦しくても我慢してしまう人が多いからだと思います。皆さんは考えたことがありますか？もし周りにいる友達、先輩、後輩、会社の同僚が LGBT だったら、私たちはその人を無意識に傷つけてはいないでしょうか。 LGBT を否定するような発言、暴言、冗談など口にしてはいないでしょうか。その人が自分を出せないような空気を作ってはいないでしょうか。私はそんな少数派の人たちを受け入れられないような社会ではいけないと思うのです。ラグビーの選手たちは国籍や人種など関係なく、チームメイトとして互いを認め合っていました。多様な人々が集まっていますが、それを受け入れ、より素晴らしいチームを作っているのです。私たちにも同じことができるのではないでしょうか。国籍も人種も性別も関係ない、偏見を持たず、お互いを一人の人間として認め合える社会、そんな多様性を認める社会を作っていかなければならないと思います。そうすれば自分に自信の持てる人が増えて、誰もが笑顔で楽しい毎日を過ごせると思います。自分と違うことを否定するのではなく、受け入れ協力し合うことで、今よりもずっと幸せな社会になっていってほしいと
私は思います。